意気込みをツイキャスお願いします。あ、ツイキャスね。はい。あ、はい。ありがとうございました。明日からの意気込みを。まあ、明日で、まあ、残り、はい、また選挙期間ですね。はい。当選向けて、はい、一生懸命、もう頑張っていくと、はい、いうことです。はい。自分の政策、はい、地域の人たちにね、はい、訴えて、一つずつ訴えて、はい、必ず勝利するということまでですね、はい、頑張ってまいります。はい。はい、まあ、初めて、初日ですけども、手応えみたいなのを感じられました。はい、結構、この遊説していくと、その、はい、手を振るとこの反応してくれる人、はい、方がいてですね、はい、やっぱりこう少し手応えを感じてます。はい、はい、ぜひ志村健一郎よろしくお願いしますという話題をしながらですね、はい、今日遊説をさせていただきましたので、はい、まあ徐々に浸透していけばいいなと思ってます。はい、で24日に向けてですね、はい、一日一日も大切に、そして遊説をしながら生産を与えて、はい、ぜひ少数まで頑張っていきたい、はい、ということに思っております。はい、当選した暁にはあれですよね、うん、三振引いてくれるらしいですね。あ、なんか沖縄の大会で最優秀賞を取ったことがなんとかあって、最高賞と言いますけどね。はい、はい、まあまあ、そういう披露できる機会もあると思いますね。はい、今ちょっと封印をしていて、はい、当選するまではということで。ちなみに得意のその曲ってのは何なんですか？あ、いやいっぱいあります。その中でもなんか思い出あるなんか曲みたいな。いや、仲間節とかね、はい、これ京子からです、はい、それから中風節とかね、はい、いろいろありますけど、好きな曲は、はい、はい、でしたら、まあ、はい、機会があれば、はい、はい、今日は第一声は、普天間3区からだったんですけど、あ、ここでやってね、はい、そして普天間3区の、はい、ここは、はい、第一声の感想は、普天間産駒は私の地元ですから、はい、ここで私は育ってきましたし、はい、普天間産駒の方に大変お世話になったという気持ちも込めてね、育ててくださったお礼を申しながらということで、普天間産駒で第一声を行いました。頑張って、はい、はい、ありがとうございました。はい、志村さんが乗ってたあの外線のやつを見かけて、追っかけて、ああ、ずーっとぐる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 回ってたんですけど、ああ、向こうに見当たらなかったそうです。ああ、そうですか。声は聞こえるけど。声は聞、たまに幻聴かなと思ったりとかして。はい。はい、はい、はい。お疲れ様でした。